あ、使える。よし、取った。
悪魔の悲しみ、不吉な景色だな。昔はどんな場所だったんだろうとか思ったことはないのか。お前は本当変わってるな。みんなそう言うな。団長、偵察兵が遺跡で野営地を見つけた。鉄の広場の入り口を守っている。まず野営地を片付けないと、警告されないように。分かった。野営地を一掃する。鉄の広場にいる敵にも気づかれずに済むだろう。警報は私が。義勇団をそれぞれの野営地で待ち伏せさせる。お前が行けば手を貸すはずだ。子供の頃は簡単だった。騒がしくなるぞ。下までだ。
誰だ。警報をつけろ。何だったのだ。こんにちは。者のために。
何かいるかもしれねえな。見られた。やるか。
野営地は片付いたようだな。よし、鉄の広場へ向かう。奴らはあの高い壁に守られている。登らねばならぬのだろうが、見つかれば攻撃されるな。いい考えがある。敵の基地には弱点が、私が侵入しそこをついてやる。うまくいけば壁に穴を開けられる。義勇団全員が通れるくらいのやつだ。いい考えだな。俺が一緒に行くならね。団長としては二人の血気盛んな狩人の存在は非常に喜ばしいことだな。よし、バール、アーロイと行き彼女を支えろ。だが用心しろよ。ああ団長、もちろん。さあ行け、合図を待っているぞ。考えがあるんだったよな。ここまでついてきて、それでもなお疑ってるのか。いや、でもどうして弱点があるってわかるんだよ。辛抱しろ、バール、すぐにわかるはず。さあ手を。長いこと機械と戦っていたようです。我らの仕事。右のは任せる。そこのあれ、なんだ。影のためにち、うわうわ。右のは任せる。機械獣どもが実は我らの目的を果たすためにいたとは。働こう。影も休まれないのだから。Thank you.
何か言うのか。お前は左をやれ。あの建物が見えるか。おい、コラプターがいるぞ。集中しろ、ガール。あの建物はブレイズだらけだ。備蓄すべて入ってる。起爆させれば爆発でコラプターも破壊できて壁も崩壊するはず。そこからみんなが突撃できるってわけか。でもここじゃ届かない。もっと近づかないと。私が行ってみる。お前は戻って計画をソナに伝えて、広場のあっち側にみんなを。じゃあ待っとるよ。壁が崩れた時は俺が最初に穴を通る。さあ、あとはちゃんと成功させるだけ。こっそりと動けばバレないはずだ。しないと。ここからなら矢が届くはず。もう朝日を拝むことはないぞ。逃げられねえぞ。影の前に。終わりだ。皆殺すだ。一巻の終わりですね。一人と動けばバレないはずだ。
レイズを狙える場所に移動して撃つだけ。見つかった。急いでブレイズのとこに行かないと。仕留めて。我らの勝利を見よ。流血は流血を呼ぶ。仲間の仇は撃ったぞ。我らの願いは今聞き届けられた。いいか、忘れるでないぞ。さあ退却する準備を始めろ。遺体に刺さった槍と矢には決して触れるのではないぞ。
この地のようにもう汚れている。終わりだ。これでもう殺せないな。あの連中と汚れ、私の追う謎につながってるなら私は追うしかない。
もういっぱい。後でお茶にしよう。もう大丈夫なはず。
すぐ使うことになるな。今はしっかりしないと部族の力になるの。母の頂か。まるで軍の施設だ。そんな団長、母の頂を強化してるのか。鉄の悪魔の次の攻撃を乗り越えるには守りを固めねばならんのだ。だがお前は気にするな。私の部下ではない。頼み事はできるだろう。いいだろう。ランスホーンを捕獲したい。その冷却水とレンズはいろいろと役に立つからな。冷却水ならある。よし、氷と炎で機械を食い止めよう。ならばあとはランスホーンのレンズだな。ここから西に行けば枯れるはず。それと見張り塔にのろしの矢を備えておかねば。これを南のオルンの塔へ。もしよければ。何か買いたいのかな。シャードは歓迎だよ。気に入るものはあるだろう。気に入るものはあるだろう。
それじゃあ行くよ。繁盛するといいな。どうも、まったくだ。さっさと逃げ出してれば。何か買いたいのかな。シャードは歓迎だよ。気に入るものはあるだろう。それじゃあ行くよ。繁盛するといいな。どうも、まったくだ。まだ行ってる。こう。でもそれも運だ。ああ、来たね。悪魔の悲しみの英雄だ。汚れに抵抗し続ける。ほら、こっち。それじゃあ、あんたがアーロイ？義勇団から聞いてるよ。悪魔の悲しみの英雄ね。手を貸しただけ。みんなもいたし。マレアか。メリディアへの道を探している。カージャの首都の。ここから西に行けばいい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい？西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか。多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり？腕がいいんだ。その言葉が本当ならいいけど。西にあるカージャの砦を通ればその先にメリディアンが。そう、太陽の砦って場所。見捨てられた村の近くよ。見捨てられた村？今は名前すら忘れられた村よ、私のふるさと。何があった？戦よ。カージャの赤の動乱でやられたの。あの時私は15。他のみんなはやられちゃったわ。ノラは村を捨てて逃げたのよ。ここ母の頂へとね。戦いが終わった今でも谷に戻らずに。あそこはサントの中立地帯になってるのよ。この場所は聖なる地の境界を守っている。よそ者も来るだろう。ええ、もちろん村の中にはいないけど谷の先にはいるわ。戦が終わり彼らも谷に入れるようになった。商売する人も中にはいる。ここはいわゆる中間地点ね。聖地でも外国でもない。狩人の集会所に行ってみるといいわ。粗末な小屋の塊みたいなものだけど通過地点として使われてるの。メリディアについても何か聞けるかもな。汚れはどこまで広がってる？谷の入り口で機械を見かけたわ。南にも我が月がいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。我が月に弱点はあるのか？どうも普通の機械より火を嫌うようね。不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを。神に祈って戦い続けるしかない。お前はここの責任者か？ソナの助言の下で。彼女働き同士よ。休めと言われて休むか？私たちは自分で身を守る。
15回もの襲撃と3度の侵略に耐えてきたのよ。耐え抜けるわ。過去の栄光にすがっていると多くが命を落とす。知らないでしょうけど、私も試練を勝ったのよ。それも骨折した足を引きずりながらね。際どかったわ。でも抜け道を見つけたのよ。マレア、これは試練じゃない、戦だ。ええ、そうね。母なる頂を守る、それが試練を勝った私の望みだったの。ずっとノラの誇りのために戦ってきた。死が待っていても構わない。そろそろ行く。わかった。気をつけて、アーロイ。探し物が見つかるといいわね。最後の一人まで汚れに抵抗し続ける。その時が近いのかもしれないな。マガッキはもう見るに堪えない。ひどい雪、世界が白くなってくる。悔いは望めない。カージャの砦が谷を封鎖したから何だって言うんだい。この聖地は私たちのものだ。昨晩のウサギシチューは良くなかったんだな。いや、兄貴の料理なんか自分が悪いのよ。さっさと逃げ出してるわ。昨晩のウサギシチューが良くなかったんだな。